いや、すごい率直に嬉しいです。まあ、2勝1分けで、まあ、失点も PK だけだったので、すごい充実した3試合でした。まあ、あとはこの3試合ですごいなんか、準備の質が良かったなっていう、もういつ打たれてもいい状況で準備できてた。ピシャーマ中央、レオセアラ、レオセアラ先に触ればというところ、富井が飛び出しました。なんかやってる時は、なんだろうな、やられる感じはしないかったですね。最初の1本、うまく対応できたので、そこからすごいこう時間が早く過ぎてったというか。ヨルディ・クルークス、もう一度レオセアラへ。池田を外してシュート、反応しました、トニー、ナイスセーブ。僕、あんまり背が高くないんで、ステップしてからこうセービングするっていうのが得意というか、染みついてるというか、一歩で行くんじゃなくて、こう足運びながらセービングできてるんで、僕みたいにこうあんまりこう背が高くない選手は、こういう足を運べる方がいいかなと。トライを気にしながらしっかりとゴールを取りました。そしてシュートを狙ったか、ゴール前に出ました。自分で運んでパスを出して、カピシャーバだ、カピシャーバ、トニー対応、大岩がタッチに逃れます。ショーサイドでボールを受ける。そしてジョルディ・クルークス、クルークス外して左足、トミーよく対応しました。ようやくね、セレッソもスピードが上がってきましたね。いや、ヘディング、マイクマン、奥野、ここは湘南のワンタッチがあって、もう一度コーナーです。ここもニアのマイクマン、柔らかく入れる、ゴール前に入れる、なんとか触りました。ここに蹴り方的にも、なんか中に上げるかなと思ってたんで、でクロスに出る予測をしてて、そしてこううまい具合にゴールに飛んできたんで、まあ、そこにステップをうまく踏めたとか、2歩ぐらいこうちょんちょんって踏めてるんですよね、とっさに。そこのステップができるかできないかで対応が変わってきたシーンだったと思うので、一回こう前に出ようとしたんですけど、こう後ろにうまくこう2歩ぐらいこう埋めてるんで、そこはやっぱとっさに反応できたかなっていう。さあ、真ん中、上条、上条、無回転もある、上条、リフレクションしましたが、トミー対応。松崎選手のボールでね、一気に局面変えましたね。京都サンガ FC 対湘南ベルマーレの一戦です。原が最前線にいて、原がボールを持って2人引きつけて左足シュート、トミーキャッチです。いやー、原、はい、井岡のオンフィード、ターゲットパトリック抜けてきて、さあ木下のシュート、トミーのセーブ。酒井が手を挙げています。大外を見てヘディングで戻して佐々木、形的には非常にいい形でしたね。速い攻撃でしたけども、酒井豪徳フリーで待ちます。武藤がコントロール、引きつける、一つ飛ばした、佐々木、ナイスキーパーですね。これは結構もう完璧、完璧なプレーっていうか、周りの状況がすごい見えてたシーンで、武藤選手が持った時に大迫選手と佐々木選手がもう入ってきてるのが分かってて、大迫選手には大岩選手がついてるのも見えてて、なのでまあ佐々木選手にあげるだろうなっていうのが、もう武藤選手は蹴る前からだいたい予測できてたので、でも蹴られた瞬間にはもうポジション移動がスムーズにできてる。で、佐々木選手がヘディングする時にはもう準備できてたので、たまたま止めれたっていうよりかは、もう本当自分の間合いでプレーできてたシーンかなと思います。武藤切り返しに行く、横パスから酒井、後ろからパス、ミドル、神戸が取る、大迫を前を向く、ゴール、ゴール、
抜けてきた、うわー、狙った先は左だったんですが、リフレクトしてちょうどゴール前にボールが飛んでいきました。今日この時、まあ、バウンドしててパトリス選手も速かったので前に行き過ぎると、まあ、多分ループやられるだろうなと思って一瞬止まってちょっと引き込んでから、その後の最後のバウンドが最後の時変わるんですよ。多分もっと前に流れるかなって思ってたと思うんですけど、パトリック選手それで懐に入りすぎてたので、あんま上はないかなと思って、その瞬間にちょっとこう前に詰めるというか、ここだとまだループやられると思って懐に入ってもボールしか見えなくなった瞬間にちょっと前に出て止ましっかり止まってたんで、まあ、これも間合いが良かったですし、止めれるなっていう心境でした。すごいなんか落ち着いて対応できたなっていう、出てってバーンっていうブロックはあんまり得意じゃないですね。こういうふうにじわじわこう前詰めてってシュート打たれる時にこう予測して止めるっていう方が得意な感じがします。腰椎オート骨折ですか。俺も何それと思った。背骨のこうチョンって出てるところらしいんですけど、最初はもうもう座るのも痛かったんでズボン履けないし、やった瞬間にもう背中その箇所がブチッってなったんで、あ、これはもうただごとじゃないと思いました。巻いてきます、座る、これを新井が拾います。ドリブルで仕掛けながら柔らかいボール受けて武藤、プレーがみんな、まあ、富井もさっき、まあ、コーナーのボールを弾いた時に多分腰を打っているの でそのままプレーを続けて今もう崩れ落ちるようにして倒れました。とりあえず守らなきゃっていうこの時もなってて、でも見たらもう神戸の選手がボール持ってたんで、あ、戻らなきゃっていう、もう守らなきゃっていう一心でしたね。それはこんなになりますよね。崩れ落ちてて。でもこの後はもう本当に申し訳ないけど、もう立てなかったですね。もう最後までピッチに立ってなきゃいけなかったんだけど。やるんですね。クロスすごかったねとは言いましたけど。笑ってました。なんか噂では試合中もディフェンスだからもう前出すぎてて、ベンチでも戻れ戻れみたいな言ってるっていうのを後からこうみんながこう笑いながら言ってたのは聞いたんですけど、でもこのクロス取ったシーンはめちゃくちゃすごいですよね。ヘディングとか強いから、空間認知がやっぱ上手いからこういうのも取れるんだと思うんですよね。周りもちゃんとミンテとかも大迫選手のことをバッて体ぶつけて飛ばせないようにしてるじゃないですか。これなんかミンテもスーパープレーですよね。でガンちゃんもナイスキャッチ。でも俺が出てる時ともうちょいやってくれよって思いますよね。もうちょい俺にぶつかんないように本当に常に熱い応援を毎試合してもらって感謝しかないですし、あの声援のおかげで多分最後僕は痛みに耐えてゴールを守れたと思うので、本当に皆さんの応援は選手たちを動かす原動力になっているので、変わらず熱い応援をしてもらって、僕たち選手はピッチで必ず結果を残すので一緒に戦ってください。